ルノージャポンはルーテシアの特別使用者ラパリジェンヌの購入申し込み受付を開始しました。イニシエの装飾品が持つ魅力をルノージャポンはルーテシアの特別使用者ラパリジェンヌの購入申し込み受付を2022年2月3日から開始した。ラパリジェンヌは イニシエのパリで装飾品に使われていたブラスのシックな魅力を時代を超えて輝くパリジェンヌに重ね、ブラスカラーのアクセントを内外装に取り入れた限定車。販売台数は70台。購入申し込みが販売台数を超えた場合は抽選となるルーテシアラパリジェンヌはノワール・エトワール・エム黒のボディカラーに 専用のブラスカラーのフロントグリルフィニッシャー、フロントバンパーサイドインサート、ドアミラーストライプ、ホイール、リアバンパーフィニッシャー、シートステッチなどを配置式にまとめた一台。また、ドライバーに安心、安全をもたらす、自動防限式フレームレスルームミラー、アクティブクルーズコントロールにレーンセンタリングアシストを組み合わせた、運転支援システムを装備、価格、税込みは、 270万円。